この下が、小寿司の、小坪の、南ヶ丘団地だな、南ヶ丘団地の端っこですね。そしてぐっと、この光っているのが鎌倉湾、鎌倉材木座沖縄です。そしてここは材木座ルイになりますね。これは材木座ルイ。そしてこちらに広がっているのが霊園の向こうには大町の背後にある、鎌倉の山々ですね。この真下はちょっと名古屋に相当します。こういうのあったね。この下に横須賀さんが走っています。そしてそこにね、鎌倉のゴミ焼却場がありまして、今走っております。この真下を横須賀さんが走っていますよね。こう一番ここからだとね、ほんと完全にこれが鎌倉の中心部の方でわけですね。だから鎌倉っていうのは本当もう、ぐるっと山に囲まれた、非常にまあ要塞都市ですね。要塞都市の感じがあります。なかなか、外部から侵入することができない。でまた貿易村との関係ではですね、港がすぐ前にある、日本でも最も最初にできた、和解島もですね、このちょうど反対側ですね。こういう感じだったね。これ立派な鎌倉材木座霊園ですね。この霊園の向こうに、向こう山が全然山頂まで開発されてませんね。こういう感じだったですね。これいいよ。ここからの映像を始めてですね。